ビンゴ。ビンゴとは、午後四方に番号が書かれたカードを用いて、条件を満たしたものを勝者とするゲームである。また、勝利条件を満たした状態のことを、ビンゴという。勝利条件を満たした時に、ビンゴと叫ぶことから派生して、何かが大成功したり、思惑通りになった時に簡単表現として、ビンゴという表現を使うことがある。日本では、 何かしらの推理が当たった時や、クイズを正解した時に使う場合が多いが、本来は大当たりといった意味でもっと幅広く使用されている。ルールには無数にバリエーションがあるが、ここでは日本で一般的に行われている代表的なものを示す。一般的に、ビンゴカードは縦横5マスずつ、計25個のマス目が書かれている。そのうち、 中央を除く24マスには1から75までの番号のうち24個の番号が書かれており、中央はフリースポットとして最初から有効な番号として扱われる。1枚のカードの中で同じ番号が重複することはない。ゲーム参加者全員にビンゴカードを配った後、進行役が無作為に番号を一つ選び、ビンゴマシーンと呼ばれる専用の道具を使う場合が多い。 手持ちのカードに同じ番号があればそのマスが有効取る。有効部分には印をつけたり穴を開けたりして判別できるようにする。これを繰り返したて、横、斜めのいずれか一列が揃って有効になった場合に上がりとなり、ビンゴと叫んで上がったことを宣言する。カードに書かれる番号は通常は全くのランダムで配置されているわけではなく、 一番左の列は1から15の中から5個選ばれている。同様に、左から2列目は16から30、中央列は31から45、右から2列目は46から60、一番右の列は61から75から5個ずつ、中央列のみフリースポットがあるので4個選ばれている。各列を b i n g o の5文字に対応させ、番号を選ぶ際に、 B の5、G の58のようなコールをされることもある。日本では麻雀から転じて、あと1個で、ビンゴが成立する場合は、リーチと呼ぶ。リーチになった時は、リーチと宣言するというルールもある。また、リーチが、複数個できた場合は、ダブルリーチ、トリプルリーチなどと呼ぶ場合もある。カードさえ、人数分用意できれば事実上プレイ人数の、制限はないため、 宴会などのイベントでの予興としてもよく行われる。宴席でのビンゴでは商品を設け、早くビンゴしたものから豪華な商品を与えられる遊び方をされることが多い。不特定多数のテレビ視聴者をプレイヤーとしたビンゴ番組が放送されたこともあった。アメリカ合衆国では、協会や事前、非営利組織が運営資金確保のために営業するビンゴホールやビンゴクラブが 各地にあり、賞金をかけたビンゴ大会が毎週、あるいは毎日行われている。イギリス、オーストラリアなどでは、アメリカ式ビンゴとは、ルールの違うビンゴが行われているホールが、各地にある。こうしたホールは、主婦や高齢者などが、暇つぶしのギャンブルに興じる、日本でいう、パチンコ店に似た存在であるが、非営利の目的のため税法上の特典があることや、 フロアや会計などの作業要員が無給のボランティア、例えば教会の場合はその教会の段下に相当する信者たちで構成されていることなどが営利を目的としたギャンブル産業とは異なる。商業的なビンゴホールはアメリカにおいては賭博の許可された地域、ラスベガス、リノ、あるいはネイティブアメリカンが運営するカジノで行われている。ビンゴホールでは 一回の開催において複数のゲームを順番に実施し、この一連のゲームの塊をセッションという表現で表している。参加したいプレイヤーはセッション開始前のカジノが決めたタイミングでホールへ赴きビンゴカードのパックを購入する必要がある。セッション開始直後の場合はレジカウンターが開いている場合に限りパックを購入して参加することができる場合もある。 ゲームを複数スムーズに実施できるよう、ゲームの構成に工夫が凝らされており、例えば、一列ビンゴで、勝利というゲームを行い勝者が決定した後、同じシートを用いて、先の勝者が決定した時点の状況から続行して、二列ビンゴで、勝利というゲームを行うといった構造が、採用されている。このようなホールでは、難易度の高い条件の達成に対して、ジャックポットを提供する。 系列の複数のビンゴホールに映像と音声を中継して多数の人間による競争とするコンピューター端末を用いてカードの管理を楽に行えるようにすると同時に大量のカードを購入して管理できるようにするなど営業上の戦略が多数存在する特に営業熱心なビンゴホールでは早朝のセッション開始時にパンやドーナツなどの軽食を無料サービスしたり カジノの24時間営業に合わせて、ビンゴホール自体も24時間営業することもある。なお、カジノ内にあるビンゴホールでは、標準的なサービスとして、ソフトドリンクは無料で供されるほか、アルコール飲料に関しても、カジノと同様に、カクテルガールへのオーダーで提供されるとが多い。なお、客層であるが、こちらも、前期同様、主婦や高齢者が、 暇つぶしのギャンブルに興じている方の割合が比較的高い一方で、少年男性などの割合もある程度見かけることができる。ゲーム性を高めるためや雰囲気を変えるために、ビンゴのルールやカードそのものを変えて行う場合がある。少人数で行う場合や、メダルゲームなどでは、ゲームを早く終わらせるためや、抽選機構を簡易的にするためなどから1から25までの番号で、 行うこともある。その場合、抽選する番号の個数に制限を設けるなど、上記のルールが変更されることもある。ビンゴゲームのルールを応用した、パーティー、イベント用ゲームもある。用意するものは白紙であり、それに午後のマスを書く。そして山手線ゲームのように出題者や司会者が、任意のお題、例、歴史上の人物、方角ロックバンド、 仲間内で行う場合自分を含めた友人、知人などを出して、参加者はそのお題に該当するものを記入していく。そして出題者がその模範解答例を出していき、それと一致したものをチェックしていくというものである。ビンゴファイブ日本で二千十七年、平成二十九年四月三日発売の数字選択式全国自治宝くじにおいて、五種類ある掛け式のうち一つの名称。 選択した数字と抽選された数字が一致したマスと中央のマスによって縦横斜めの計8ラインのうち揃ったラインの数で1等から7等までの当選が決まる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。